どうする、これ順番同じにするか変えるか、はい、いいですよ、同じにしますか、じゃあ同じでいい、はい、じゃあいいですね、うん、はい、オッケー、じゃあ私からいきます、じゃあ日村さんから、ね、はい、日村からいきます、じゃあピンクツッコミ日村さん、えりちゃんお願いします、はい、ねえ日村くん、なんだい、私彼氏と別れたばっかで寂しくってさ、あ、そうなの、うん、大丈夫、誰か紹介して、俺じゃねえのかよ俺に言うかドキドキしちゃったじゃないか今、何言ってるか分かんない、いやいや誰がいるか、俺でいいんじゃないの、ちょっとどうよ、俺でいいんじゃないの、エリちゃん、エリちゃん、エリちゃん聞いてんての、いや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 、ちょっと私え彼氏と別れたばっかで寂しくてさ、いやそれはな、まあそんな君みたいな美人がね別れちゃうとまた、でも俺からしたらラッキーかもしれないけどね、ちょっと何言ってるか分かんない、分かるだろうよ結構ちゃんとはっきり喋ったよ俺、誰か紹介して、だから俺でいいじゃんかっつってんの、どうよどうよ、ああ寝ちゃうのかよ、寝る前に話し合ってからだよ、寝るのこれからだから、寝るのこれからだからねえ、何よもう、なんか、うん、体が熱くなってきちゃう、えちょっとさていい、どうぞどうぞ、持ってことしてる、ちょっとどうそっちに持ってことしてる、熱い、いやとじゃあちょっと手のこうの方で、こうの方だったらいいでしょ、こうの方だったらいい、だれだれ、ちょっと触っていい、ちょっと触っていい、帰っていい、なんでちょっと待って、今ここからだよ、こっからだよ、大きな声を出すな、最悪だ、何見てんだよ、いやそりゃ君が魅力的だからそれ見ちゃうだろうが、じゃあ電気消そうか、見ちゃいけないんだって、じゃあ電気消すよ、なんか体熱くなってきちゃった、いや俺もちょっと熱くなってきたから、ちょっとドゥーは熱い、じゃあ君を脱いだらいいなんか、帰っていい、待てそうすぐ帰っちゃったくない、帰っていい、帰り癖よくないってのバイバイ、いや俺は帰っちゃったとりあえず真っ暗にして裸までね、いや持ってこうとしてたね、だいぶ持ってこうとしてた、いやいやよかったよかった、電気まで消したから、絵は浮かびましたよ、わかるでしょ、突っ込んでたしね、突っ込んだし、だいぶ今リアルに言ってみたよ、でもモテなさはすごい出てた、ね、出てましたね、なんか本当でした、なんか、はい、触る時なんか手の甲で触る、手の甲はその痴漢の発想だよ、はい、やっぱね、そうそう、でも向こうが体ほてってきたっていうのってだいぶ誘ってきてるから、どこまで乗っていくか難しいよ、はいはい、いやでもやっぱ戦ってましたよ、